最期ジョン・バーチ協会は、アメリカ合衆国の政治団体。いわゆる極右の一つとみなされている。グループ名の由来は、第二次世界大戦終結直後の1945年8月に、宣教師として潜入中の中華民国で八祖置軍に、殺された、オフィス・オブ・ストラテジック・サービスの工作員、ジョン・バーチにちなむ。1958年12月、反響主義の実業家、 ロバート・ヘンリー・ウィンボーン、ウェルチ・ジュニアと、その賛同者によって、インディアナ州インディアナポリスで設立された。このウェルチは、過重製品メーカーウェルチの創業者、トーマス・ブラムウェル・ウェルチ、または経営者と混同されることがあるが、誤りである。アメリカの国連脱退を主張する、ジョン・バーチ・ソサイティの屋外広告。 ニューライトと自らを定義し、反共産主義的主張を行うとともに、要求的であるとみなした、政治家や判事、団体に対しての批判を行っていたほか、アメリカの北、大西洋条約機構からの脱退や、国際連合による干渉への反対などの、問答主義的な孤立主義を主張していた。なお、1950年代後半から1960年代に、 かけて盛り上がりを見せた公民権運動に対しては共産主義者の影響を受けているということを理由にこれに反対している。冷戦下の1960年代から1970年代にはその活動、影響力の最盛期を迎え全米に6万人から10万人の会員を持ち、さらに民主党所属のラリー・マクドナルド会議員を会員に迎えるなど政界にも支持者を持った。 冷戦が終結し、ソビエト連邦や東ドイツをはじめ世界各国で共産主義政権が消滅した1990年代をはじめあたりから宿敵が消滅したためか政府や金融機関は共産主義者に操られ新世界秩序を実現しようとしているなどと陰謀論に傾いている。なお現在はその本拠地をウィスコンシン州グランド州都に置き活動を続けている。現在も 一定の支持者はあるものの、冷戦当時ほどの影響力は失ったとみなされている。1963年5月12日、エドサリバン賞で、ボブ・ディランは、ジョン・バーチ・ソサイティを親やした曲、ジョン・バーチ・ソサイティ・ブルースを歌う予定であったが、リハーサルの際、放送局の CBS 側から、放送にふさわしくないと曲の変更を要求された。するとディランはそれを拒否。 歌えないのなら番組には出ないとスタジオから出て行ってしまった。添島隆彦、トランプ大統領とアメリカの真実日本文明者、2016年、愛されて140年ウェルチアサヒ飲料、2017年5月24日閲覧。ウェルチエスヒストリー、2017年5月24日閲覧。ありがとうございます。